チャンプベイリーはジョージア州ホークストン出身の元アメリカンフットボール選手。現役時代のポジションは CB。身長183センチメートル、体重87キログラム。チャンプというニックネームは母親が彼が幼い時につけたものである。弟のボスベイリーもデンバーブロンコスで LB として在籍していた。ジョージア大学時代はオフェンス、ディフェンス、スペシャルチームで それぞれ活躍した。大学2年時に全試合に出場し、サウスイースタンカンファレンスのファーストチームに選ばれた。また大学に在籍した、最終年となった3年時にはディフェンスで52タックル、3インターセプト、7パスブロック、オフェンスではパスレシーブで47キャッチ、744ヤードで5タッチダウンを上げたほか、キックオフリターン。 パントリターンにも起用され1試合あたり103.5ヤードを稼ぎ、オールアメリカやサウスイースタンカンファレンスファーストチームに選ばれた。カレッジフットボールの年間最優秀守備選手に与えられるブロンコナグルスキー賞は最終学年でなかったものの受賞した。ジョージア大学での3年間で33試合に出場し147タックル、2ファンブルリカバー、1ファンブルフォース。 8インターセプト、27パスブロックの記録を残した。また、大学の総幅飛び室内記録を塗り替えた。1999年の NFL ドラフトでは1巡目、全体7位で、ワシントン・レッドスキンズに指名されて入団した。レッドスキンズに在籍した2003年まで彼は、全試合で、先発出場し、WR、RB、B、リターナーとしても起用された。 彼はリーグベストの CB と考えられていたダレル・グリーンやディオン・サンダースのチームメイトとなりどんどん才能を開花していった。1999年に彼は5インターセプト、1タッチダウン、1サックを挙げた。2000年5インターセプトを挙げるとともに3回のキャッチで78ヤードを獲得、65ヤードのパントリターンも見せた。 プロボールにもこの年から2007年まで連続で選ばれるようになる。2004年シーズン開始前に彼はドラフト二巡目指名権と共にクリントン・ポーティストのトレードでデンバーブロンコスに移籍して7年間6300万ドルの契約を結んだ。2005年にはインターセプトリターン t d を2回挙げた。またニューイングランドペイトリオッツ戦では トム・ブレーディのパスをインターセプトし100ヤードリターンした。このプレーはタッチダウンにはならなかったプレーでは最も長いリターンという NFL 記録になっている。2006年1月14日のニューイングランドペイトリオッツとのディビジョナルプレーオフで彼はトム・ブレーディのパスをエンドゾーンでインターセプトすると100ヤードリターンして敵陣1ヤードまでボールを戻した。このプレーでペイトリオッツのタイトエンド ベンジャミン・ワトソンのタックルで彼はボールをファンブルし、ボールはアウト・オブ・バウンズとなったが続くプレーで、ブロンコスはタッチダウンを上げて、試合はブロンコスが勝利しペイトリオッツのスーパーボール、3連覇の夢を奪った。2006年のレギュラーシーズンには10インターセプトを上げて、フィラデルフィア・イーグルスのアサンテ・サミュエルとシーズンインターセプト記録を分け合った。この年彼は、 サンディエゴチャージャーズの RB、e ラダニアン、トム・リンソン、マイアミドルフィンズので、ジェイソン・テイラーと共に満票でオールプロに選出された。この年彼は退治したレシーバーに一本もタッチダウンを許さなかった。2007年には怪我のため84タックル、3インターセプトに終わったが、プロボールに選出された。シャットダウンコーナーバックとして優れた彼に対しては、 相手 QB はパスを投げないようになり、2007年から2009年までのインターセプトは5回である。2009年、第4週のダラスカウボーイズ戦で、自陣3ヤード地点でのインターセプト、第4級残り9秒、自陣2ヤードからのパスを2度防ぐ活躍などを見せて、AFC 週間 MVP 守備部門に選ばれた。2010年には45タックル、1タックルにインターセプトを上げて、 オークランドレーダースのナムディア・ソムハの代わりにプロボールに選ばれた。2011年2月ブロンコスと4年間4300万ドルで契約延長を果たした。11月6日の第9週、オークランドレーダース戦では2インターセプト、1ファンブルフォースの活躍を見せて38から24での勝利に貢献した。2000年から2007年まで、 プロボールに8年連続で選出されており、NFC と AFC のいずれからも先発出場を果たしている。2012年までに12回プロボールに選出されており、これはコーナーバックとしての NFL 記録となっている。2013年は足の負傷のため、レギュラーシーズンでの出場は5試合にとどまった。2014年3月5日、ブロンコスから解雇された。 4月4日、ニューオーリンズ・セインツと2年契約を結んだが、開幕ロースターに残れず8月30日解雇された。10月18日に引退を発表。11月14日にブロンコスと1日契約を交わし、ブロンコスの選手として引退した。ありがとうございます。